人気アニメ、ワンピース、日曜全9、30の主題歌とエンディングテーマが新たに生まれ変わることが22日、フジテレビから発表された。新主題歌は4人組バンド、世界の終わりが書き下ろす新曲に決定。昨年、日本レコード大賞に輝いた、ハビットは、TikTok で25億回再生を突破。YouTube で公開されたメガボルトは1億回再生超えを記録するなど2022年を代表する楽曲となった。絶賛制作中というメンバーは、オープニング。具曲ということで歌詞のハードルは高かったが、プレッシャーの中でもいい歌詞が書けたんじゃないかな。皆さんにお届けするのが楽しみ、と話している。一方、8月6日放送から17年ぶりにエンディングテーマが復活する。担当するのは、19年結成の女性3ピースバンド、チリビーンズによる、レイズ。3人は、私たちが小さい時からずっと見てきたアニメなので携わることができて光栄。末永く皆さんに愛していただける楽曲。になれば、と喜んでいる。尾田栄一郎さん原作の少年漫画、ワンピースは、昨年連載25周年を迎え、コミックスの全世界累計発行部数が5億部超え。また映画、ワンピースフィルムレッドは全世界興行収入319億円を突破し、日本を代表する人気作品となっている。